写真拡大、全2枚。2年連続のリーグ優勝を果たした西武は、10月9日から始まるパーソルクライマックスシリーズパーファイナルステージ、同19日から始まる SMBC 日本シリーズの試合日程を掲載したポスターを、30日から約1ヶ月間メットライフドームをはじめ、西武鉄道各駅、全国のプリンスホテル、西武グループ各施設、所沢市内の商店街などに約5000枚を順次掲示。ポスターには、昨年掴み取ることができなかった日本一を選手、スタッフ、ファン全員の力を合わせて超総力戦で今年こそ掴み取るという覚悟が込められた。ポスターのビジュアルは、辻監督を中心に今シーズン主に活躍した26人の選手を起用し、勝利に向かってたけだけしく戦う選手たちを表現している。以下、辻監督のコメント。レギュラーシーズンではいつも選手に力強い声援を送っていただき、本当にありがとうございました。おかげさまでパ・リーグ連覇することができましたが、戦いはまだまだ続きます。ポスターのキャッチコピーにあるように、超総力戦で昨年成し遂げることができなかった日本一を今年こそ掴む。